はい、皆さん、こんにちは。2015年にニュージーランド、テカポに星の写真を撮りに行ってきたんですけど、それに続いて今回2回目ですね。当時一緒に行ったメンバーで、菊池さんという方はもう今回で5回目というニュージーランドの大ベテランです。その菊池さんと2人で今回は、前回、マウントクック地区っていうのを昼間行ってみて素晴らしい景色だったんですけど、星の写真は撮ることができなかったので、そちらの地区をメインに今回2回目ということで、ニュージーランドに行ってきた様子をこちらでお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず荷物ですね。こちら大型のスーツケース借りまして、ニュージーランド航空の規定では23キロまでです。もう一つ大型のカメラバッグで、これの2つが預け入れの荷物ですね。こちらがアマゾンバッグなんですけど、ここにメインのカメラとかレンズが入って、これは機内持ち込みという形になります。合計3つの荷物をですね、持って出かけることになりました。家が埼玉なので、大宮からバスに乗って成田空港ですね。成田空港からオークランド行き、ニュージーランド航空に乗ります。はい、だいたい夕方の便ですね、乗るのが。で、夜になりまして、ニュージーランド、だいたい日本からだとこう南の方に下がっていくんで、時差はあんまりないのが便利ですね。はい、まず北棟のオークランドについて、ここから国内線に乗り換えです。はい、途中、国内線でですね、北棟に見える単独峰の大きな山が見えました。いつかは北棟に行ってね、星の写真も撮ってみたいなと思いました。こういう景色が見えてくると非常にね、気分が高揚してきますね。で、クライストチャーチの空港に着きました。記念撮影をパチリという形で、いつものところで、レンタカーを借ります。はい、そして今回はカローラですね、赤いカローラ、2人なんでね、今回はカローラで行くということで、カローラを借りていきました。はい、クライストチャーチからは、こんな形でですね、前回行ったテカポをちょっと素通りして、でマウントクック地区という形です。空港を出るとすぐこういう100キロ、ここから先は100キロ出していいよということなんで、一般道が高速道路みたいな感じになります。街中に近づいてくると、こういう形でここから先は速度を落としてねということになります。これが途中のアッシュバートンというところで買い物をしました。なかなかね、街がないので、ちゃんとこういうところがあったらしっかり買い物をしてこないと買いそびれてしまいます。日本みたいにたくさんお店があったりしないので、そこが注意ですね。はい、曇ってたんですけど、ね、だんだんテカポに近づくにつれて青空が見えてきて、テンションが上がってきました。はい、テカポが見えてきました。テカポ湖ですね、こちらが。はい、今回はテカポ湖は素通りですけど、ちょっと教会のところに寄ってみました。前回よりたくさんの人がいるなという感じでね、有数の、観光地になってる感じで、こちらその教会だけじゃなくて、その周りの景色が美しいんですね。雪山に囲まれてまして、とても絵になる風景なんで、ここだけでも本当に写真何日も撮れちゃうような、そういう場所です。はい、マウントクックに着きました。ここまで、空港から5時間20分かかりました。今回はね、ユースホステルに泊まります。非常に便利です。後でちょっといろいろご紹介したいと思いますけど、1泊3500円ですね。こういう形で、いつも笑顔で迎えてくれます。食事は全部自炊なんですけど、お皿とかね、調理用具とかが全部揃ってて、日本でこういう経験をしたことがなかったので、とても便利だと思いました。で、部屋はだいたい4人部屋でね、それぞれベッドと、あと携帯の充電ができたり、ロッカーが一人一人に与えられています。はい、やっぱりこの楽しみっていうのは、いろいろ知らない世界の人が泊まりに来てるので、そういう人たちとね、こうやって一緒に食事したり、私は英語ほとんど話せないんですけど、なんとなくね、コミュニケーションは取れるものでね、今回ちょっと本当ユースホステル楽しかったなと、思いました。で、この日実は雨が降ってたんですけど、夕方ね、ちょっと晴れ間が見えたんで、これ雨降ってるんですよ。雨の中ね、月と逆さのオリオンですね、そちらを撮ることができました。やっぱりね、とにかく風景がダイナミックなんで、特にこの辺はね、雪山に囲まれてんで、どの風景を撮っても絵になりますね。はい、初日いきなり星が撮れてよかったなっていうふうには思ってるんですけど、この時点でも雨が降ってます。ちょうどこの方向だけ奇跡的に晴れてくれてて、これは 85mm の望遠レンズで、M42 を捉えたものなんですけどね、本当普通に撮っただけで絵になってしまいます。次、こちらが有名なマウントクックですね。はい、この日はね、数枚撮っただけでもう本当に大風が吹いてきちゃってて、撮れなかったんですけど、まあ、とりあえず初日写真が撮れたというだけで満足の、1日目が終わりました。2日目ですね。2日目は朝から雨です。2人でトワイゼルっていう町までちょっとロケハンにね、行ってきました。ずっと1日雨だったんですけど、カフェで食べた、サーモンサラダとコーヒー、これで2000円ぐらいですね。ちょうど日本の物価が2倍ぐらいの、
イメージだとちょうどいいんじゃないでしょうか。この日は結局一日雨だったんですけど、夜中の0時に目覚ましをかけて起きたら少し星が見えてて、昼間の気配した橋のたもとまで行ってみたら次第に晴れてきて、こういう写真が撮れました。比較目合成するとちょっと気持ち悪いぐらいにね、星が映っていますけど、次がそのデータを元に作ったタイムラプス映像ですね。天の川が濃いですね。この日かなり緑色の大気候が目立って見える日で、どの写真もちょっと緑色っぽいね、こういう風になってしまいましたけど、大小マゼラウンとエータカリーナが写ってる、やはり南半球ならではの写真が撮れました。とにかくね、空が暗いんで、ここは本当に F が 1.8 とか 1.4 のレンズが欲しいなと思わせるような空でした。だんだんこう雲が取れてきてね、雪山が顔を出してきて、明るい銀河が見え出してきました。日本ではちょっと見えない光景で、空も地上も特別な風景ですね。はい、完全に快晴になったところでサソリ座が逆さまに落ちていきます。やっぱ日本で見えるサソリ座の方が様にはなってますね。ちょっとこっち逆さになっちゃうんで、それでもやっぱり見事な天の川、非常に濃い天の川を肉眼でも見ることができました。これマウントクークが見えるところまで行って撮った写真ですね。天の川の濃い部分が上にあるっていうのは、ちょっと日本の皆さんからは多分違和感があるんじゃないでしょうか。私ももう40年ぐらい星見てますけど、ここに来ると星座がちょっと分かんなくなってしまう感じです。これが金星ですね。本当に金星が明るくて邪魔なぐらい明るく見えます。はい、ちょっと日本では体験できないような形ですけど、だんだん夜明けになってきまして、夜明けでもしっかり天の川が見えてるという雰囲気で、この日は割とたっぷり星の写真を撮ることができまして、満足な夜で朝を迎えまして、2日目が無事終了しました。3日目ですね。3日目はマウントクックを離れて、最初クイーンズタウンに向かう予定だったんですけど、天気予報を見てワナカ湖に急遽ね、場所を変更してワナカ湖の方まで、移動することになりました。これが郵送してる前から撮ったね、雪山の写真です。非常に美しいところでした。で、だんだんワナカ湖の方に行くと、さっきまでの雪山がなくなってね、こういうちょっと平坦な山ばかりになってくるんで、ちょっと景色的にはね、さっきのが面白かったなというような感じなんですけど、ワナカ湖に着きました。ここ思ったより大きな街で、非常に観光地になってて人も多くてですね、ちょっとおしゃれな街でした。ここでももちろんユースホステルに泊まったんで、あ、ここはちょっと面白い、これ倒れてるわけじゃなくて、こういうモニュメーションというかね、食事するような場所 でおしゃれなカフェがあったりしてね、食事したりしてたんですけど、非常にこういう明るい感じで、これをユースホステルから撮った写真なんですけど、非常に明るい街でした。ここでは一緒になった人たちが、台湾から来た人たちとね、一緒になりまして、結構星の写真見せたりしてね、親しく話させていただきました。で、この夜はまずこれワナカ湖からね、逆さオリオンを撮ったんですけど、あんまりこの周辺いいとこないなっていうところで、ちょっと北に車を走らせまして、完全なロケハンなしでね、この辺は移動したんですけど、北の方の湖、これかなりね、月が出てるのに天の川がはっきり見える。日本ではね、月が出てるとなかなかここまではっきり見えないんですけどね、濃い天の川が月明かりがあるのに見えるという感じになりますね。ちょっと驚きでした。はい、これも魚眼レンズを使って撮ったもので、エタカリーナから大小マゼラウンまでね、月明かりがあるのにちゃんと撮れてます。はい、国道沿いなんですけどね、車はまずね、夜中通りませんね。はい、この辺は独占状態という形で、撮りました。途中で大きな流れ星見たんですけどね、ちょっとカメラがそっち向いてなくて残念でした。はい、こちらもその湖のほとりで撮った濃い天の川の写真ですね。月明かりがあるんで、ちょっと青みがかかったね、写真になると思いますけど、今回の旅行っていうのは月明かりがある風景と月明かりがない風景両方撮れる、そういうタイミングでちょうど行ったのでね、両方の風景が撮れてよかったんじゃないかなと思います。これが、はい、カローラと。で、これが5月だったんですけど、晩秋ですね、紅葉してまして、赤の色が日本と違ってないんですけどね、ただやっぱりそこそこ寒いんで、日本の真冬の装備は一応持ってね、行きました。はい、これはまたワナカ湖に戻ってきて、ポプラ並木があったんでね、そこと天の川を一緒に撮りました。はい、だいぶこの辺でね、もうちょっと撮影疲れが出てきたんで、この日はちょっと早く宿に帰って、でしっかり寝て、昼間ちゃんとロケハンをしましょうと、いうことで、その日を終えるんですけどね、その判断がちょうどよくて、いい場所が次に見つかることになります。はい、
というわけで、2017ニュージーランド遠征記次2に続くという形でね、はい、今回は一旦これで終了になります。ここまでご覧いただきありがとうございました。